マシネカウ。日本製天然マヨ踊りビョンビョン、これを身をもってチャイがレビューしちゃう。よいしょボス。おおよし、あっあっあっ、ほら来なさい。ああファイ、ああ余裕でキャッチ、ファイファイファイ、ああああああおい、ああ負けない、よおファイ。なるほどなるほど、この針金がバネの役割をして予測ができないような構造になっているんだよね。おー、この前もちょうどよく爪がかかる感じで、これもまた気持ちが大きい。あ、肥満体質の人にはちょうどいいかも。よし、スタッフさん、アマゾン池の主を釣ろう。おう、何者かが狩りを釣ろうとしている。よし、今がチャンス。やめろ、狩りはこの池の主だぞ。自分で言っちゃってる。やめろやめろ、こんな手には乗らないぞ。よし、一旦押さえて様子を見よう。どうした、もしかして爆発する。おう、何が起こったんだよね。あー、最近狩り肩こり中、なんでかわかんないけど右肩だけ凝るんだよな。え、右手がバコれてない？あ、ほんとだ、なんかおかしいと思ってたんだよ。え、これが肩こりの原因？あ、そうなんですね、正しい姿勢が大事なんですね。おー、なんか軽くなった。これが悪化するとぎっくり腰になるんだって。みんなも正しい姿勢を心がけるんだよ。およし、スタッフさん来い。お前はダメなやつだ。いつも家の中にいて、今のスタッフさんに足りない部分を狩りが教えてやるよ。スタッフさん、リフトアップ。おい、よし、窓際まで前進だ。乱気流で機体が揺れるな。よし、オープンザウィンドウ。世界を見ようじゃないか、スタッフさん。世界はやっぱり広いな、スタッフさん。いろいろものづくりしてるんだからさ、やっぱ世界を見なきゃダメだよ、スタッフさん。お、気配感じるぞ。やばい、ギャングだ。早くスタッフさん逃げて。スタッフさん、早く狩りだけは逃がしておくれよ。せめて狩りだけは助かりたいよ。撃たれるならスタッフさんだけにしておくれよ。すごいすごい、うん、あ、すごい出てる、すごい出るよ、うん、あ、意外と簡単だな。最後に1回だけ、あ、楽しい、うんうん、あ、お牛さん、たくさんありがとうだよ、うんうん。これは一体なんだ？よし、狩りが確認だ。怪しいものがあったらまずは突っ込む。これが狩りのやり方だ。一体これは何なんだ？さらに奥に進もう。おう、これは一体行き止まりだ。これは一体なんだ？懐かしくも感じるこの感覚。あの時と一緒だ。思うことはただ一つ。最高かよ。いけない、これは一体何なのか突き止めなきゃいけない。あれから数時間、狩りはこれが一体何なのかを探し続けた。その結果分かったことはこうだ。最高かよ。はい、見るんじゃないな。おい、恥ずかしいだろ。狩りにもプライベートあんの。
目をそらしてみたけど恥ずかしい。そんなところがいとおかしい。うう、涼しい。10月というのにまだまだ暑いよね。ああ、おお、首筋気持ちいい。我々は宇宙人でございます。新橋の皆さん、宇宙人ですよ。うわ、チャイちゃんまた太ったんじゃないかな。よし、ケアはバッチリ。チャイちゃん来る。はい、着チング。お、来た来た。さあ、見つからないようにって。次のスケジュールは何だったかな。およい、巻いて行こう。今お腹すった。チャイちゃん、今お腹はばきにすらなかった。お洋服どすえ。やべ、え、誰？カリンちゃん？カリンちゃんおならしたよね？いや、してないよ。あ、臭い。え、そう？エアコンじゃないかな。エアコン壊れちゃったのかしら。やだ、もう買い替えかしら。そうだね、エアコン変えた方がいいかもね。右から一旦左へ、そして下へ伸びる曲線、そして対照的に伸びる曲線、それはまさに曲線美。その2本の曲線が出会うとき、重なり合うとき、フュージョン。 So CHANDL シャネル。チャイはいつもルージュ、ここフラッシュ。もう一回聞くよね、はい、ユーザーの皆さんにはお洋服だってことは伝えたのかな。言えませんでした。はあ、これには事情がありまして。どんな事情。タイミング悪く LINE 来ちゃった。カリちゃん、そのまま待っててね。よいしょだよね。すっぽり。ああ、皆さんにお知らせがあります。あのね、面と向かって言いにくいんだけど、チャイね、ここから降りられなくなったの。スーパーミラクルフィットネス。ちょっと違った？ファイ？いよいよ本番さながらのデブコレの練習。はい、音楽が流れたら左手右手の順番に出ます。オーバーサイズのお洋服は極力引きずっていきます。うわ、引きずってる。ゆらつけましょう。はい、ここでホールド。ストッキングをセクシーに直しましょう。ここで挑戦的な眼差し、そして履けます。そして胸焼けしそうです。マンダム、マンダム、おマンダム、
ちょっと見て、左手埋まっちゃったの。これクラシアに頼んだらいいの？あれもこれも二人で見ようって思ってた。カリンちゃん、カリンちゃんはバコリうまいね。え、歌じゃなくてバコリの方かよ。まあね、カリバコリストって言われてるしね。他はね、頼りないのにね。なんてこと言うんだよ、チェちゃん。頼りのカリンって言われてるんだよ。聞いたことない。結構前から言われてたと思うよ。ねえ、みんなそうだよね。少し寒い季節がやってきた。だけどお尻だけあったかい。どうして、どうして。それはお尻あい、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 あい。女の仕草。だからカリンちゃん、チャイが食べたわけじゃないよね。ひどいよ、チャイちゃん。カリンの大好きなピュリナキットをカリンの分まで食べたよ。だからカリンちゃん、それ誤解だよね。チャイは人の分まで食べません。カリンちゃんが食べて忘れたんじゃないの？ちゃんとカリンってマジックで書いたやつがあったんだよ。もうカリンちゃん、スタッフさんに確認したらいいよね。カリンちゃん泣きすぎ。男の子だよね。しかも 40、50 代だよね。あ、もう付き合ってられないよ。よし、ちょっと湯しかかるのはやめてもらえますか。あ、ごめん。メロン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 。1000いいねの壁が熱い。チャンネル登録をしておくとチャイたちの動画が見つけやすくなるよね。イエーイ。そしてベルマークを押しておくとチャイたちが動画をアップするとお知らせが来るよね。わお、おすすめの動画はこちら。声が遅れて聞こえるよ。この場を借りて一件お便りを読むよ。はい、お願いいたします。チャイちゃんが寝るときはいつも女の仕草で寝るんですか？場所によってポージングは変わってくるけど、基本的に女の仕草で寝てるよね。皆さん、わかったかな？